どうも、すみません。中山記念、半球杯の結果分析です。ハンキューハイの方はダイアナ・ヘイローが勝ちまして武豊樹氏は相変わらず占領役者だなっていうような結果になりましたねダイアナ・ヘイローは、まあ、年齢的なものなのか一番いい時の感じではなかったんですがでも今のダイアナ・ヘイローとしてはだいぶ出来は上昇してきて福島調教師もここへ向けてしっかりと仕上げてきたなっていうところで まあチームワークというか、まあスタッフの方々も頑張って竹豊騎手に託して、それで竹豊騎手がこういう最後のチャンスで勝ち切ったっていう、本当に素晴らしいレースだったなっていうふうに思いますね。引退される福島調教師と竹豊騎手のコンビで思い出すのは、だいぶ前にダンディーコマンドっていう短距離で強い馬がいたんですけれども、 まあそんなだいぶ前からお世話になってたということで、竹豊騎手は恩返しっていうような、そういったような結果になったかなっていうところですね。福永騎手も土曜日のメインレースで、名村嵐ですね、日野調教師が、日野厩舎が解散するということで、まあ、そういったところで福永騎手も大仕事しましたし、竹豊騎手も大仕事したっていうような結果になりましたね。あとは、中山記念のディサイファー、小島太志調教師も引退されるということで、 ディサイファー、もうちょっと思い切った起業できればよかったんですけれども、仕掛け遅れっていう形で後続にワッと来られて、まあ厳しい競馬になったんですけれども、ディサイファー、馬は頑張って差し返すような競馬をしましたんで、まあ馬が頑張ったということで、まあそういった意味でもいいところは見せてくれたかなっていうところで、ディサイファー仕上がり素晴らしかったんで、小島太志長教師も最後、ディサイファーを、今のディサイファーとしては最高の仕上がりで、 送り出せたかなっていうところで、まあ、重症でチャンスがあるような仕上がりにはしてましたんでっていうところですねでまあディサイファーに限らずちょっとやっぱり今週もですね能力を出し切れない馬たちが多くて中山記念でいうとアイロリッドもそうですねディサイファーと同じで仕掛け遅れで後続に割っとこられて一番の4コーナー前後の勝負どころで後続の馬たちに外からプレッシャーをかけられるっていう あれは競馬の中で一番やっちゃいけないことの一つっていうことで何度も説明してるんですけれども、まあ、ウィンブライト松岡騎手がうまく乗ったということで松岡騎手を褒めた方がいいのかもしれないんですけれどもあ、まあいったような馬にとって一番苦しいレース展開になったりして能力を出し切れない馬もいるっていうのが競馬っていうことですね半球杯の方のからくれないからくれないもパドックで馬体見たらもうやっぱり上位 二三頭には入るっていう素晴らしい仕上がりで素晴らしい馬なんですけれどもカラクレナイについてもずっと言ってきてるんですが池沿い機種と手が合わないんですよねですからカラクレナイを動かせてないんですですからカラクレナイに関しても G1 を狙えるレベルの素質馬ですんで、まあ、そろそろ考えてあげないと気象的に危ういところもある馬ですし馬が走るのをやめてもう全然 走ってこないようになってしまう馬が潰れる可能性もありますので、その辺も考えて使っていかないとっていうところはあると思いますね。それではまずは中山記念からです。一着ウィンブライト、二着アイロリット三着マルターズアポジーでした。大外れでした。このレースは、まあ人気の差がついてたんですけれども。まあ人気の差ほどは、能力差はないよっていうふうに言ってたんですけれども。 まあ、ペルシアンナイト、一本かぶりのペルシアンナイトと比べて、マイネル・サージュあたりは単勝100倍以上だとか、湘南バッハも結構何十倍っていうような感じではあったんですが、まあ、そこまでの差はなかったっていうような感じですね。結構、レースの後半、競馬が動くような、ロングスパートに近いような競馬になりましたんで、そういった中でほとんど団子状態っていうような感じでゴールをしたっていうところからも、能力差はそこまで大きなものはなかったかなっていうところですね。 マイネル・ハニーは先行馬ですんで、そういった中で出遅れて能力を出し切れなかった感じでポツンと後方になったんですけれども、まあ、それ以外の馬たちは乗り方だとかレース展開によってはもっと入れ替わってた可能性があったかなというところで、それはペルシアンナイトについても言えることであって、着順が悪かったからといって、ここで能力上位3頭に入らないかというと、そういうわけでもないということで、基本的にペルシアンナイトは、 上位 2, 頭には入るる能力のある馬かなっていう感じですねそれでまあそんなに難しいレースではなかったんですけれどもレースを難しくしてしまったっていうのはマルタザーズ・アポジーとアイロリッドが大逃げみたいな形で2頭離れるところにいてポツンと離れた3番手にいたディサイファーですね、まあ、何度も何度も説明してきてるんで分かってる方もいっぱいいるとは思うんですけれども ああいうふうに縦長の大逃げみたいな感じのレース展開になった時ですねその時っていうのは後続の集団の先頭に立ってる馬のジョッキーがものすごく響いてくるっていうことですねそういった中で実際は田中勝春騎手はあんまりその体内時計があるっていうタイプのジョッキーでもないですしレース感についてもそんなにいいタイプではないので、まあ、そういったところで 子の馬たちが仕掛けどころが難しくなってっていうような感じになったんですがそこでウィンブライト松岡騎手は強気に動いていきました、まあ、それはウィンブライトがこういう競馬ができるっていうふうに分かっていて、まあ、このコンビ長いんでそういった中で馬を理解して強気の競馬をしたっていう中で、まあ、本当にウィンブライト松岡騎手は賞賛されて当然っていうような素晴らしい起業をしたと思いますね。 で、マルタズ・アポジーとアイロリと離れるような形で前にいたんですけれども、1000メートルの通過が59秒1。特に速くはないですよね。スローではないにしても、速くはない。そういった中で大逃げの形になって、後続の集団、ディサイファー以降ですね、その辺はですね、1000メートルの通過、1分、 切ってないいと思いますね要するに後続の馬たちについてはスローの感じになってしまってるそれでレースの後半無理してでも追いつかなきゃいけないっていうようなレース展開になってしまって、まあ、それは道中3番手以降が離れすぎていたっていうことですねで急に突拍子もない形で逃げ馬が大逃げをしたっていう形ならともかく マルターズアポジーがああいう風に逃げるっていうことは戦前から分かっていたことなんでペースが速くなければついていかなきゃいけないところだったんですねそういった中で離れた皇族の集団にいた馬たちについては無駄に苦しい競馬をしてしまったっていうところですねあれだけの後半ロングスパートで難しい競馬ですねそういったような中で能力を出し切れない馬たちが続出したかなっていうところですねですから まあ今回は難しい競馬でもありましたんで、こういうレース展開の中でレースの質が合わなかったっていう馬たちがいますんで、まあ、力関係に関してはわからない、結果としてはあんまり気にする必要のないレースではあるかなっていうところですね。まあ、でも、ウィンブライトに関しては、まあ、やっぱりこういう競馬ができるんだっていうことで、まあ、スプリングステークスか、まあ、3歳のサツキショートライアルの時でも似たような競馬をしたんですが、まあ、本当に このコンビが素晴らしい競馬をしたというふうに、まずはウィンブライトと松岡騎手のコンビを褒めた方がいい競馬かなっていうふうに思いますね。それではうちの方から一通ずついきます。マイネルサージュ。マイネルサージュはちょっと肉付きが良すぎるかなという気もしないでもないんですが、でもパワーということを考えるとこれでもいいのかなっていう感じで、使ってきて最高の仕上がりではあったかなっていうふうに思います。 ただ、スタート直後下げたんですよね。まあ、結果的にですね、後ろにいればいるほど苦しいレース展開にはなりましたんで、下げたことによって苦しいレース展開になったかなっていうところはあります。もともと先行できたりだとか、好位から競馬もできる馬ですし、まあ、そこまでいかなくても、中段あたりにはいた方がいいのかなっていう感じはしましたね。多分、前走東京の方で後ろから行っていい競馬をしましたんで、 意識的に下げたのかなっていうところですね。でまあ、苦しい競馬の中でそこまで大差はつかなかったっていうところで後半あれだけロングスパートの厳しい競馬である程度の競馬ができたっていうことは大きいかなっていうふうに思いますしやっぱり単勝100倍以上つくような馬鹿んされるような馬ではないっていうことですねで、まあ、なるべくなら右回りのコーナーからペースが流れやすいようなコースで 中段よりも前、中段か後位あたりで足を溜めて、前に壁を作りながら競馬ができれば、内ジ沿いからロスない競馬ですね、スピードとセンスを生かせるような競馬ができれば、このままいいところあると思いますし、まあ、理想としては中山の2200メートル外回りだとか、そういったところで後位、中段あたりの内ジ沿いから足を溜めるっていうような競馬で、いい競馬ができればっていうような、そういったようなタイプだと思いますね。 サクラアンプルールサクラアンプルールーは後続の集団にいましたが、まあ、比較的楽な競馬はできたかなっていうふうに思いますね理想的な競馬はできたんですが直線伸びなかったのはいい頃のサクラアンプルールではないなっていう感じですねいい頃のサクラアンプルールだったら勝ってましたですが後ろ足肢の筋肉が落ちてまして薄く見えるんですよねこれが年齢的なものなのかそれともたまたま今回そうだったのか まあ、とにかくいい頃の桜アンプルールではないなっていうところで、まあ、このまの競馬はしましたしレースセンスだとかそういったところも見せてこういう中山の1008っていう条件が合うっていうところも見せたかなっていうところですねで、まあ、後半ロングスパート気味の競馬になりましたんでもうちょっとごまかしやすいようなワンペース気味の競馬だったら今回の出来でももうちょっといい競馬できた可能性はあるかなとは思うんですが、まあ、今回は まあこんなもんかなっていうような競馬ですんで出来さえ良ければやっぱりここではトップクラスの馬だなっていう感じですね。ビブロス。ビブロスはですね体調良かったと思いますし仕上がりは悪くはなかった良かった方だと思いますね。ですが腰後ろ足の筋肉はついてるんですが胴体とのバランスがあんまり良くないんですよね。これは 反応調教中心でやってる厩舎にありがちな感じの馬体なんですけれどもコース調教をもっと積めば胴体とのバランスが良くなって走りのバランスも良くなるかなっていうところはありますんで、まあ、こういうようなアンバランスな状態になってるとロングスパートのこういう難しい競馬の時に荒が出ちゃうっていうところはあるのかなっていうところですねまあ洋芝だとか力のいる馬場だと あんまり響かない可能性もありますんで、まあ、今後ドバイを作る、使っていくと思いますんで、まあ、これぐらいか、もっとバランスが良くなればもっといいかなっていう感じで、先方にユーズが効くようになるためには、体全体のバランスをつけた方がいいかなっていうふうに思いますね。で、まあ、難しい競馬になった時、やっぱり追わせるところもある馬ですんで、内田出手とは手は合わないかなっていうふうに思いますね。 去年と同じような感じで動かしきれなかったところもあるかなっていう感じですね。ペルシアン・ナイトペルシアン・ナイトは馬体のバランス良かったですし仕上がり良かったと思いますねですが凄みっていうものを感じないのでマイルチャンピオンシップは一発を狙うような競馬で勝ちましたし今後も G1 は一発を狙う立場っていうようなそういったような競馬をしていった方がチャンスは広がるかなっていうふうに思いますね。 足を溜めてこその馬ですんで、やっぱり、なかなかその、難しい競馬になった時に対応できないところもあるのかなっていう感じですね。で、今回についても、これくらいのメンバーであっても、難しいレース展開の中で、力でねじ伏せるっていうような競馬はできないっていう、こういうようなタイプかなっていうところはありますね。ウィンブライト。ウィンブライトはですね、 多少、出来は落ちているとは思うんですけれども、ただ、大きくは落ちていないですし、まあ、その出来が落ちたっていう表現よりかは、馬のタイプが変わったっていう感じで、まあ、要するに、中山金杯や、その前に福島で重賞を勝った時ですね、その辺の時の方が、まあ、その例えば馬群の中から抜けるような競馬をする時素足を生かすような競馬をする時には、ああいう馬体の方がいいんですが、 スピードを生かすような競馬ということに関しては、ワンペース気味の競馬をするということに関しては、今回のウィンブライトの馬体の方がいいのかもなっていうところがあって、まあ、この辺は馬体、馬のタイプっていうことであって、その違いであって、どっちがいいのかはわからないところがあるんですよね。ですから、今回の強気の競馬ですね、後半まくるような競馬をしたとき、そういったときにはもしかしたらこの馬体の方がベストの可能性はあるかなっていうところですね。で、 最初に言ったんですが、とにかく今回の競馬は松岡騎手の好騎乗ですね。もともとウィンブライトのと,とのコンビで、こういう競馬もしてきてますんで、それで馬のタイプも分かってて腹をくくって乗れるっていうところもあるのかもしれないんですけれども、まあ、今回のレース展開では最高の騎乗ができたかなっていう感じですね。 レースの後半のところでディサイファーに付き合ってたらウィンブライトはいいところが出なかったと思いますしディサイファーを無視する形でまあ強気でいっちゃったっていうところはこれは本当に好判断だったなっていうところですね無駄に前の馬たちを楽させるっていうことをしなかったということでで4コーナーのところでもアイロリッドが仕掛け遅れになっているところで外から一気にかわすっていうようなそういったような形でとにかくマイペースでこの馬のいいところを出し切ったっていうことですね でこういう競馬ができるっていうのはやっぱりステイゴールドの血がいいところもあるなということで、まあ、ステイゴールドはこういうようなロングスパートができるような客室の馬も結構出しますんで、まあ、そういったような決闘の良さも出たレースでもあったかなっていう感じでマイネル・ハニーマイネル・ハニーは仕上がりは良かったんですが出遅れてしまいまして。 まあそれで多分、柴田第一騎手の中では、レースの後半、どこかで動いていってっていうことも考えてたとは思うんですが、先にウィンブライトが動きましたんで、そういったところで、ああいうような感じにはなったかなっていうところで、後続からロングスパートの競馬で、合わない競馬に付き合ったということで、後方に沈んだっていう感じはありますね。ですから、能力的にこれだけ差があるということはまずないので、 自分の競馬ができた時、先行できた時にはもっと差は縮まるかなっていうところですね。まあ、ただ、ここではトップクラスとはいかないんで、やっぱりレース展開の助けだとかそういったところも必要かなっていう感じで、できれば、マルターズアポジ、アイロリッドがいないような、そういったような中で逃げて、ペースメイクをできれば抵抗しやすいかなっていうふうに思いますね。柴田大地騎手は逃げさせたら JRA トップクラスのジョッキーですんで、っていうところですね。 リサイファー。リサイファーは多少歩き方が硬いかなっていうところはあるんですが、まあ、これは年齢的なものかもしれないんですが、まあ、そういった部分はあるんですが、ただ仕上がりは良かったと思いますね。小島太市調教師引退されるにあたって、最後の重賞でいい仕上がりになったと思いますね。ディサイフクは好不調の波が激しくて、それで良くない時もあったんですがまあ、最近は比較的仕上がりがいいですし。 まあ今回に関してはとにかく仕掛け遅れで外からわっと後続の馬たちに来られてっていう本当に苦しい競馬になってそういった中で馬は頑張って差し返しましたんでまあこの馬のいいところは見せたかなっていうところですねまあ要するにうまく乗れてれば勝ち負けまで持ち込めたそういった可能性はあったと思いますねで前走の AJCC でしたっけ G2 の方でもいい競馬 まあこれも g 実ですけれども他のレースでもレベルの高い馬たち相手にもいい競馬できてましたしこの馬は不器用なところがありますんで乗り,乗り方に注文がつくっていうところがありますねあんまり前に行き過ぎると素足をなくすような時もありますしかといって後ろから行くとそこまでの切れる足がないそういった中でそういったこの馬の欠点をいかにジョッキーがカバーできるかっていうところですね追わせるようなところもありますんで オイルジョッキーを乗せた方がもっと能力も出せると思いますね。まだまだ終わってない馬ですね。マルターズアポジー。マルターズアポジーは仕上がりとしてはですね、かなり良かったと思いますね。まあ、一番ピークの頃と比べると躍動感だとかそういったところはどうかっていうふうには思うんですけれども、今のマルターズアポジーとしては仕上がりは良かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、1000メートルの通過59秒1。 この馬にとっては早くはないですね。もっとハイペースでいける馬ですし、まあ、本当に楽な競馬をさせてもらって、2番手のアイロリッドも全くプレッシャーかけてこなかったんで、楽な競馬をさせてもらえたなっていう中で、さらに後続の馬たちは離れて、無駄に苦しい競馬をしてくれてましたんで、そういった意味でも馬券圏,圏内に残れたかなっていうところはありますね。で、まあ、特にラップを見てもらえればわかるんですけれども、 結構2波論目っていうのは早くななりがちなんですよねポジション取りですねポジションの取り合いということで2ハロンのところっていうのは早くなりがちなんですが今回の競馬は2ハロン目のところもそんなには早くならなくて、まあ、本当に前半淡々とすんなりと競馬ができたことによって、まあ、直線での粘りも出たかなっていうところですね、まあ、本当にいい頃のマルターズオポジーだったら勝ってた可能性が高かったかなっていうふうには思うんですが 今のマルターズ・アポジーとしては本当にいい競馬ができたかなっていうふうに思いますね。湘南バッハ。湘南バッハはブービー人気だったとは思うんですけれども、まあ、この馬も素晴らしい仕上がりでしたね。まあ、目利きの人がパドックで馬体を見たらまず抑えるだろうなっていうような、そういったような馬ですね。で、まあ、とにかく今回は無駄に苦しい競馬に巻き込まれたっていう感じで、 後ろにいればいるほど苦しいレース展開で、後半のロングスパートの難しい競馬で後方にいたっていう感じで、そういった中で、せめて4コーナー前後、スムーズに空いてれば、4着争いぐらいはあったかなっていうところですんで、そういった中で行くところがなくて、内に押し込まれるような競馬になってしまったっていうのももったいなかったかなっていうところで、レース展開だとか、乗り方一つでこの馬は、 ここでも上位に食い込めるレベルの馬だなっていうふうに思いますね。なるべくなら右回りとかコースからペースが流れやすいコースで中段よりも後ろから足を貯める形、直線一気っていうような競馬でどこまではまるかっていう競馬をしていった方がいいかなっていうふうに思いますし、まあ、前走 AJCC かどっかでポジションを取りに行ってそれで 中途半端に苦しい競馬をしてしまったああいうような競馬はしない方がいいかなっていうふうに思いますし今回後方から競馬をしたっていうのは今後につながるいい競馬ではあったかなっていうところですねまあちょっと湘南バッハと相性が悪いのかそれとも渡崎騎手と相性が悪いのかなんかそのチャンスだなっていう時にうまくいかないことが多いなっていう感じで今回も、まあ、チャンスはあったのになっていうところでうまくいかなかったっていう。 まあちょっっと運がないなっていいてう感じですねアイロリッドアイロリッドはプラス体重ではあったんですが筋肉はついてましたんで仕上がりは良かったと思います余裕はあったんですが仕上がりは良い中で2番手からの競馬ですねああいうばらける縦長のレース展開で2番手前に引っ張ってくれる逃げ馬がいる本当に理想的なイージーな競馬ではあったんですけれども 横山のリーロ騎士はです、ね、結構ラッケがあるというかその自分から積極的に競馬を作る時ときとこういうように淡々と回ってくる時ときと結構極端に分かれる中で、まあ、ちょっと淡々と回ってる中で後続のウィンブライトに早めに外から割ってこられてっていうような仕掛け遅れになってしまいましたでああいうふうに4コーナー前後で後続の馬たちに割ってこられるっていうのは一番競馬でやっちゃいけない パターンの一つで、そういった苦しい競馬になったんですけれども、アイロリッドは差し返すような形で、この馬の能力を出してくれた。馬はすごい頑張った競馬かなっていうような感じですね。で、アイロリッドと横山騎手のコンビでは同じようなことを前にもやってるんですよね。フェアリーステークス、ライジングリーズンが勝ったフェアリーステークスの時、その時にアイロリッド、横山のリード騎手は、今回のような感じで、 仕掛け遅れになってライジングリーズの丸田騎手が一気に外からまくってきてわっときたっていうようなそういったような競馬で丸田騎手がライジングリーズを勝たせたっていうような競馬になったんですが、まあ、そういったような時も横山則弘騎手はあるタイプのジョッキーですんで、まあ、今回に関しては良くない時の横山則弘騎手のパターンが出たかなっていう感じで早めに4コーナーの手前あたりから自分で競馬を作って先頭を立つような競馬だったら楽勝してた可能性が高かったと思いますね。 続いては半球杯です。1着ダイアナ・ヘイロー、2着モザ・アスコット、3着レッド・ファルクスでした。大外れでした。ダイアナ・ヘイロー、竹豊騎手はですね、もともと逃げてペースメイクで後続に足を使わすっていうような競馬をしたかったと思います。ですが、スタートは出たんですが、押して押してっていう感じではいかなかったですよね。多分ですね、 スタート直後に押して押してすぐに内立ち沿いから先頭に立てればいいんですが、うちの方の他の馬たちが抵抗してきた場合、その場合だと無駄足を使ってしまいますよね。そういったことを考えた上で、竹豊騎士はですね、奇策っていう感じで、まあ竹豊騎士は発想力がすごいジョッキーですし、他のジョッキーたちが考えないような作戦を考えますんで、一旦行かないふりをして、それで、 対イ列がある程度決まってからスッとこのペースならいけるっていう風に花を奪ったんだと思いますね。これは竹豊騎手に聞いてみないとわからないことで僕にはわからないことなんですが僕は竹豊騎手をずっと研究してきますんで竹豊騎手は、まあ、いろんなことを考えて他のジョッキーでは考えつかないような発想を持って競馬に臨むジョッキーですんで僕の感覚では多分竹豊騎手は 気としてこういうような形で花を切ったんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、途中から花を奪うっていうのはですね、ズルズルと3波論、4波論ン進んでから先頭に立つっていうような感じになると、道中息が入らないんですよね。ですから、ダイアナ・ヘイロー・武豊騎氏は途中から先頭に立ったにしても、最初の2波論のところまでで花に立ってるんですね。スッと立って、それで3波論目からは、普通に、 自分のペースメイクで競馬をして、ラスト3波論ぐらいから徐々にギアを上げてって、4個な手前から後続に足を使わすような、そういったような逃げをしてるんですよね。ですから、要するに、結果として花に立つまでに無駄足を使ってないということで、そういった中でペースも落としすぎずっていう感じで、ある程度平均ペースよりも早いような感じの、 平均ペースとしては早いかなっていうようなペースで引っ張って、高度系決着ですね、開幕週の高度系決着の中で隙のないペースメイクをしたかなっていう感じですね。で、後続のサシウマのジョッキーたちはペースが落ち着いたっていうふうに、ペースが遅かったっていうふうにコメントしている人もいるんですが、それはまあ開幕週として先行馬が潰れるようなペースにはならなかったっていうような表現だと思いますね。別に遅いペースではないですし、 早めの平均ペースっていうような感じですんで、まあそういったような絶妙なペースメイクの中でダイアナ・ヘイローを勝たせたっていう武豊拓氏の好奇情が光ったかなっていう感じですね。で、ダイアナ・ヘイローはですね、馬体面はですね、いいんですよね。馬体面はいいんですが、歩き方だとか競馬の内容が良くないんですよね。なんか嫌々走ってるような感じで、スッと反応してくれないですし、まあもっと突き放せる馬なんですよね。もっと 強い競馬ができる馬なんですがなんか能力を出し切れないまま競馬は終わったかなっていう感じでまあ、なんとなく走って回ってきたっていうような内容ではありますねですからもっと能力はある馬かなっていうところなんですがまあ、最近ちょっと気難しいところが出てきてますんでそういった中で竹豊隆氏は気難しい馬を促すような機場が上手いジョッキーですんでまあ、そういったような中でダイアナヘイロは難しいところがある中で竹豊隆氏がある程度 動かかせたななっていうようよ感じです、ね、それでストレスがかからないようにマイペースで競馬をさせたということである程度はダイアナ・ヘイルも走ってくれたかなっていうところですねこういったような福島調教師のラストの重賞の中でプレッシャーがかかる中でそういった中で思い切った騎乗をして勝たせる占領役者武豊騎手っていうようなそういったような競馬でしたねそれではうちの方から1頭ずついきます 西野ラッシュ西野ラッシュは今、本当に出来がいいんでしょうね、最高の出来だったと思います、ちょっと相手は強いかなっていう感じであって、まあ、瞬発力があんまりあるタイプではないんで、レース展開によっては厳しかったと思うんですが、ペースが流れて、それで開幕週の綺麗な馬場で内拉致沿いを通れたっていうのは大きかったかなっていうところですね、これだけの高度計に対応できたっていうのは、今の充実っぷりがあるかなっていうところですね。まあ、他の、 そこまでの有力馬ではない馬たちもある程度構想できたようにこのレース自体自力を求められるようなレース展開レースの質ではなかったということでそういったところで構想できたところがありますので今後はもうちょっとレベルの落ちるような相手で戦っていった方がいいかなっていうふうに思いますねでもうちょっとスムーズに前が開けばっていうような競馬でしたんで今回の競馬に関してはもうちょっと上位に食い込めてた可能性はあったかなっていうところですね それで、ダイアナ・ヘイローがもっと突き放すような強い競馬をした場合だと、もうちょっと苦しい競馬になった可能性はあったんですけれども、4コーナーから直線にかけて、今回に関してはそこまで厳しい競馬ではなかったので、構想できたかなっていうところもありますね。シュージ,シュージはですね、まあ、結構馬体のシルエットがくっきりとしてて、仕上がりはいいとは思うんですが、ただ、ちょっと歩き方にですね、 無駄が多いといとうかもうちょっとスッスッと歩ければなっていう感じがありますねまあそういったような多少歩き方の硬さみたいにちょこちょこ歩いてる感じがありますんでその辺がもうちょっと良くなればっていうところはありますねまあでも仕上がりは良かったと思いますし、まあ、レースレベルもそこまで高くはなかったんでうちの方で手応えよく回ってこれたんですが、まあ、他,他の馬たちがですねこのレースレベルだった分あまりレースレベルが高かった分 比較的手応えよく回ってきたんでその分、馬群が密集している状態ですね、多頭数でそういうような状態になりましたんで、なかなか行くところがないっていうところがありました、せめてその2番手、3番手あたりの馬たちがですね手応えのいい、悪いっていうのが極端になれば、その分、馬群がばらけてっていうところはあったんですけれども、まあ他の馬たちが似たような形で横並びみたいになってましたんで、進路が開かなかったっていうところはありますね。 で、修二は、まあ、内枠っていうこともあるんですが、こういう競馬をするしかないような、足を貯めるしかないようなところもありますんで、まあ、今回は運がなかったっていうふうに思うしかないかなっていうところで、まあ、今回の内容は次につながる内容でもありますし、馬券にはならなかったんですけれども、今後につながるいい競馬はできたと思いますし、いい形で次のレースに臨めると思いますね。ミッキーラブソング。 ミッキーラブソングもすごい仕上がりが良かったですね。最高の出来だったんじゃないかなっていうふうに思います。シュージとは違って歩き方がすごい良い,いですよね。ススッと歩けてて、無駄の少ない歩き方ができてます。ただ、やっぱりこのまあ瞬発力がないので、あれだけポジションが悪くなって前が止まらないとなると苦しいですよね。できればもうちょっと前目の方からスピードを生かすような競馬ができればいいかなっていうところ。 内枠でしたんで、阪神で勝ったときみたいに、同じような条件で勝ったときみたいに、バグの中でごまかしながら回ってこれてっていうような競馬ができれば、開幕中だったらここのメンバーでも通用する馬だったかなっていう感じですね。これがまた、バばがもうちょっと悪くなって、自力を求められるような競馬になってきたら、苦しくなるとは思うんですけれども、ペイシャフェリシタ、ペイシャフェリシタも仕上がりは引き続き良かったですね。 やっぱりこの馬はですね切れる足があんまりないんですよね、まあ、もうちょっと下のレベルだったら素足は目立つんですけれども、まあ、専用ということで距離が伸びれば伸びるほどスケールの大きな馬だとか切れる足を使える馬たち増えてきますんでそういった意味でもレースレベルというか瞬発力がある程度目立つようになるという意味では12の方がいいのかなっていう感じありますね、まあ、専用自体は全然問題ないですしこの馬としては 距離は合ってるぐらいだとは思うんですけれども他の馬たちが強くなるという意味では1000人の方が乗りやすいかなというふうに思いますね、まあ、今充実してますしさすがにレースレベルが上がりすぎるとどうかっていうと思うんですが今の調子をキープできればいい競馬が続くと思いますねコスモドームコスモドームもまあ少しだけ絞れたかなっていう感じですね、まあ、ただ 格子足の筋肉の質なんかあんまり良くないですしいい頃のこの馬の感じはないかなっていう感じですねまあでもそれなりの仕上がりにはありましたんで中段か後方あたりで足を溜めてそれでそれなりの競馬をしたかなっていう感じですねレッドファルクスレッドファルクスはプラス体重ではあったんですが逆にもうちょっと増えててもいいぐらいかなっていう感じで まあそんなななには無駄かかったかなったていう感じですねですからもし次プラス体重になったとしても太いっていうふうになることは可能性としてはそんなには高くはないかなというところで増えても減っても確実に良くになる可能性は高いかなっていうふうに見てますね。である程度足の方筋肉ついてましたしお腹の方もある程度すっきりとはしてましたんで。 まあ休み明けの,その独特の緩さというものはあったんですが比較的仕上がりは良かったと思いますねレース内容としては後方で足をためて直線勝負という形ですねレッドファルクスはですね中途半端な競馬をすると例えばモザースコットみたいな競馬をしていたらここまでの足は使えなかったと思いますので腹をくくって乗ってさらに川崎氏はオイルジョッキーですので直線勝負という本当に次につながるいい競馬ができたかなと思いますね でこの馬のいいところは本当に自分の力は出すなっていうところで追わせるところはあるんでやっぱり川田騎手とかミルコ・デ・ムーロ騎手だとかその辺のオールジョッキーが乗ってるっていうのは大きいんですが、まあ、それでもこういうふうに足を貯めればある程度いい足が使えるかなっていうところですね単純に切れ味でいうとモズ・アスコットとかカラクレナイとかこの辺の方が切れるイメージがあってモズ・アスコットやカラクレナイが同じ競馬をしたら差し切れてた可能性はあるんですがただ レッドファルクスの方が長く足を使えるというか、じりじりとしぶとい末足があるということで、まあそういった意味でも中教は、中教も合うかなっていうところがありますね。あんまり芝の短いようなスカスカのババになると苦しい競馬になる可能性はあるんですが、ある程度力のいるババでの競馬で追い込みが効くような競馬になればっていうところはありますね。ムーンクレスト。 ムーンクレストはですね、まあ、この馬としては仕上がりは良かったですし、やっぱりそこまで大きくは見を取らないかなっていうところがありますね。で、あんまり器用なタイプではないので、大飛びの馬なんで、もうちょっと4コーナー前後スムーズに前が開けばっていう感じですね。今回は前が開かなくて無理をしないっていうような競馬になりましたね。まあ、不器用なタイプなんで、中途半端なポジションから競馬をするよりかは、 道中打ちラち沿いにこだわって直線広いところに出すだとかもしくははなか2番手まで行って強気の競馬をするか最高方に近いようなところから後方から追い込むっていうようなとにかく勝負どころでスムーズに加速しやすいような競馬をしてあげるっていうことが安定感を増すためには重要かなっていうふうに思いますね。昼のデイバロー 昼のデイバローは追い切り映像が良くなかったんで、多分出来は良くないだろうなとうう思ってたんですが、馬体を見ても全然ですねだいぶ出来が落ちてますね、筋肉の質も良くないですし、馬体のバランスも歩き方も走りも良くないですね、ですから、化マ待ちかなという感じですね、まあ、展開が向かなかっただろうか、そういったようなこと以前に構想できるような感じではないですね、まだダートだったらもうちょっと走れると思うんですけれどもっていう感じですね。 なるべくダートを使って早めに重傷を勝たせてあげた方がいいかなっていうふうに思いますね。マイネル・バールマン。マイネル・バールマンはプラス十何キロでしたけれども、そんなには太くはないというか、これぐらいでいいんじゃないかなっていうぐらいですね。で、まあ、瞬発力があんまりあるタイプではないので、なるべくならスピード競馬に持ち込みたいというところで、そういった中で私、強気の競馬をして、 この馬の能力は出したかなっていうふうに思いますね。1200だとか、小回りコースだとか、そういったような条件が揃った方が競馬しやすいタイプだと思いますしまだまだ短距離だったらやれる馬だと思いますね。雪のアイオロス雪のアイオロスはですね、ちょっと踏み込みが弱いかなっていう感じですね。もうちょっとピリッとした感じにあればいいんですが、まあ、でも馬体のバランスとかは悪くないですし、まあ、今回は 前さえ空いてればっていうような競馬でしたし、まあ、レースレベルがあんまり高くなかったっていうこととあとは開幕週で馬場が綺麗だったということで自力勝負になりやすい条件でしたんでその分手応えがあったっていうところはあるんですが、まあ、この馬でも十分前が空いてれば上位に食い込めたそういったようなレースではあったかなっていうところですねちょっともったいない競馬であったかなっていう感じですねレースに行って意外といいところがある馬ですんで追い込み馬ということで はまればっていうような感じで G3 あたりだったら狙える可能性あると思いますね。コロマンデル。コロマンデルはダッシュがつかなかったですし、ついていけない感じになりましたね。芝のレースに戸惑ったっていう感じもあるかもしれないですね。時計も早かったですし、芝がダメとは思わないんですけれども、もうちょっと距離があるか、それか、もうちょっと時計がかかるような条件だったらっていう感じありますね。 で馬体なんか素晴らしいですしダートでもいいところあるでしょうし、まあ、この馬は期待できる馬だと思いますね、まあ、高倉騎手はいいジョッキーですんで、まあ、今後使っていくにしてもこういういいジョッキーを用意してあげた方がいいかなっていうふうには思いますねディバインコードディバインコードは、まあ、なんかやっぱり歩き方にメリハリがないというか踏み込みが流れてしまいますんで、まあ、そういった意味でも 中段あたりからいい競馬をしてるんですけれども伸びあぐねるっていうあそこから伸びるだけの切れる足がないっていうことですねまあでも今回のレース展開時計も早かったですしダイアナ・ヘイローがペースメイクしてるんであれ以上強気の競馬も難しいところがありますんで、まあ、いい競馬はできた方かなっていうふうに思いますね相手が強くなるとパンチ不足っていうところが響きやすいですねダイアナ・ヘイロー ダイアナヘイローについてはさっきから言っている通り、まあ、ちょっと気難しいところが強くなってきて本気で走らない感じにはなってますねでも馬体なんか見てても能力的に落ちた感じはないですしあとは気持ちがスイッチの方入ってくれるかっていうところですねで、まあ、そういったような気象ですんで中途半端に控えると能力を出し切れない可能性がありますんで花を切り切るだとかもしくは一気に動くような競馬ですね それから最高峰に近いところから極端な競馬そういったような競馬が合うかなっていうところはありますね、まあ、能力的にはもうちょっと走っていい馬だと思いますねモーニングモーニングはですね、まあ、ちょっと硬くなったというか、まあ、出来は落ちてたなっていう感じはありますねですからスピードに乗れなかったりだとか直線もいい足を使えなかったかなっていう感じはありますね まあそういうような出来でしたんで、時計にも対応できなかったっていうところはあると思います。基本的にはダートの方がいいかなっていう馬ですね。不器用な馬なんで、まあ、なるべく極端な競馬ですね。どっかで一気に動くだとか、そういう競馬をできればっていう感じの馬ですね。からくれない。からくれないについては、最初に言ったんですけれども、本当に仕上がりがいいですし、パドックで本当に目立ってましたね。まあ、ここではやっぱりトップクラスの馬だなっていう感じで。 G1 狙える馬だと思いますねですが気難しいところがあって能力を出し切れないっていうところもありますし今回中途半端に中段の外を回って全然足がたまらないような競馬になってるんですよね。でそういう厳しい競馬になるとやっぱり手が合う合わないっていうのが響きやすいんで、まあ、前から言ってるように池添い騎手では動かせない馬になってきてますんでトップレベルのオイルジョッキーを乗せてあげるもしくは 武豊樹氏もこういう気難しい馬、うまいですし、足を止めること、うまいジョッキーですんで、まあ、そういうふうに手の合うジョッキーを乗せてあげないと、このまま素質が潰れてしまう可能性はあるかなっていうふうに思いますね。出来がいいうちに判断した方がいいと思いますね。アポロの新山。アポロの新山は最高の出来に近かったというか、まあ、もうちょっと瞬発力がある感じの仕上がりの時もあるんですけれども、まあ、スピード競馬についてはかなりバランスのいい 仕上がりではあったかなっていいう,うに思いますねただやっぱりちょっと正統派の馬体走りというか整いすぎてるようなところがありますんで、まあ、メンバーが強いっていうところもありますよねそういった中でスピードを生かすような競馬ができればよかったんですがもっと強気に仕掛けないとダイアナ・ヘイロー武豊騎手の競馬飲まれてしまってるんですよね要するに苦しい競馬をしてしまってるっていうことですね もっとマイペースで強気強気に自分から仕掛けていくぐらいな、それぐらいの主導権を握るような競馬をしてれば内容は違ったかなっていうところですね。まあトップレベルとはいかないんですけれども、まあ G3 ぐらいだったらいいところがある、それぐらいのレベルの馬ではあると思いますね。モザー・スコット。モザー・スコットはまあ後方で外を回るような競馬ですね。まあ外枠で難しい競馬になったんですけれども、そういった中でなるべく 無駄足を使わないように丁寧に回ってきてとていうルメール騎手のうまさが光ったかなというところはありますね、まあ、でもそれでも外枠の分のロスはあったかなという感じでレッドファルクスとモザースコットをレッドファルクスの方が切れる足を使っているように錯覚はするんですがモザースコットの方が切れる足は使える馬だと思いますしそういった意味でも苦しい競馬の中で2着に来てなんとか食金を加算,で加算できたというのは大きいかなとうう思いますね ただ勝たなきゃ G1 使っていけない可能性がありますんで、ちょっと勝ちたかったところではあると思いますね。で、馬体面に関しては、フランケルさんクらしいというか、フランケルはちょっと早熟気味ではあるんですけれども、ただ、後ろし攻守の形なんか、施ですね。肘に見えるところよりも上はスッと縦に入って、それで、その施設の下の部分が、 ちょっっっとと鋭角に入入てていいるるううか深く入ってるよよな感じがありますよねそれで短く見えるような感じ、まあ、そういった形で効率よく骨格的に推進力を埋めるっていうのがフランケルの良さなんですけれども、まあ、そういったフランケルの良さも出てますしある程度時計勝負にも対応できるヨーロッパの決闘の割には日本の馬場にもフィットする決闘でもありますんで、まあ、本当に楽しみな馬だなっていうふうに引き続き 注目が必要なのかなかというところですね、まあ、でも作り方に関してはあんまりスピードタイプに速い時計で作っていかない方がいい感じでなるべくゆったりとメリハリの効いた足が使えるように作っていてほしいなっていうふうに思いますね。タイムトリップタイムトリップはプラス30キロぐらいですかそれでもそこまで極端に太くはないんで筋肉がついてて余裕があったっていう感じですんで走れる出来にはあったと思います。 で直線はです、ね、打ちをついたんですけれども、まあ、なんかチャンスがある乗り方ではないですよね、打ちつきで、空いたところを狙うというような感じですので、まあ、外に出しても上位に食い込むのは難しかったとは思うんですが、まあ、こういう競馬はあんまりしない方がいいですね、若手騎手はちゃんとそのビクトリーロードだとか、そういったところを探すような、オーソドックスに外に出すような競馬をしていった方が、今後にはつながる競馬にはなるかなというところですね。この馬として タイムトリップとしては、休み明けの仕上がりとしては、いい仕上がりではあったと思いますね。余裕があったってだけですね。以上です。吉本興業、ABCDE 郵便のいうこみの東野昴と申します。失礼します。